もう大好きな、もうスタート直後のトップ争い、みんなですね、やはり花ですのでね、はい、それを狙っていると思いますね、はい、さあ最終ターンを立ち上がって、まもなくグランドスタンド前、このグランドスタンドコントロールタワーのグリーンフラッグが振られますとスタートです。タイヤのですが上がって、さあマシンが1台、おっとスピン、インフィールドへクラッシュです。4番のケビン・コーガンですか。そうですね、2年目の出場ケビン・コーガン、どうしたんでしょうね、何もないスタートだったんですけどね、はい、そして後ろの車がマリオ・アンドレッティですね、40番の車が、はい、巻き込まれて、95番はウィッティントン、これが最初にスピンを起こしましたケビン・コーガンです。さあどうしたんでしょうかね、アンドレッティですね、あアンドレッティは動けません。95番がデール・ウィッティントンのマーチ・コスワース、コックピットを降りましたケビン・コーガン、26歳です。カリフォルニアからのエントリー、アンドレッティが胸をポーンと叩きました、ね、そうですね、ちょっとこれ踏ん前やる方ないでしょうね、まあ、マリオとしましては今年はF1 を辞めましてですね、もう国内のこのインディ、まあ、ユサックのレースだけに専念すると言っていた矢先ですから、まあ、インディには相当かけてたはずなんですけどね、スタート前のこの事故ですからね、はい、さあ今の VTR をスローでもう一度見てみましょうか。まだグリーンフラグは振られていませんでしたね、はい、まだ用意はされてますからね、はい、おっと右へ、ね、出ていってポイントにぶつかって、そして反対側に行ってしまう、そのすぐ後ろにいたアンドレッティの車に乗り上げてしまうんですけどね、はい、これは一体どうしたことでしょうね、ちょっと考えられませんね、こういう時、まあ、おそらく右へ右へとだんだん寄っていくんですけどね、まあ、リック・ミアーズがだいぶ寄ってきましたんでね、はい、それに合わせて右の方へ寄ろうとした時に、おそらくあの辺でスロットルを右に多少ハンドルを切っている時にスロットルをフルパーかけたと、はい、それでテールスピンでも起こして、はい、右側に寄ったんじゃないかと思うんですけど、ここですね、角度を変えてみていますが、40番がマリオ・アンドレッティ、しかしこのマリオにしてはもう大変な災難ですよね、目の前に突然前車が横切られたんでどうしようもありませんからね、それにしましても若いケビン・コーガンのスピン、それからアクシデントにつながりました。